皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は大きな決断の周期というお話をしたいと思っています。生きているとですね、特段意識することもなくですね、ふとこう、なんだろうな、周期性というか、こうバイオリズムみたいなものを感じることってありませんか？僕結構あるんですけど、どういう時にあるかっていうと、ごめんなさい、先に言っとくと、その別にスピリチュアルなお話ではなくて、おそらくこのスピリチュアルは僕の解釈でいくとですね、こういうなんか人間が感じる感覚的なその、バイオリズムであるとか、そういうものと、例えばなんだろうな、星座とかわかんないけど、そういう何かとでストーリーでね、ここロジック組んで、その周期性を説明するっていうものだと思っているので、別に何かのストーリーと結びつけて、この周期性を説明する気はないという意味では、スピリチュアルなものというよりは、身体感覚としての、お話であるということをね、あらかじめご理解いただけると、嬉しいです。で、僕が感じるそのバイオリズムみたいなのっていうのは、なんだろうな、1日単位とか1週間単位とか、数週間単位みたいなのももちろんあるんですけども、そういうのはですね、どっちかというとこう生活スタイルとか生活リズムとかにですね、こう影響を受けやすいものだと思うので、単純に生活リズム変えれば、そのバイオリズムみたいなものも変わってくるだろうなと思うので、あんまりそういう小さい単位のね、周期性のお話は今日は、しません。どちらかというと大きな、数年単位の周期みたいな、そういったお話をしたいんですけども、これはね、別に人類みなそうだとかいう気はさらさらなくて、単純に自分の人生を振り返ってみて、なんかそのこういう周期で動いてるよなみたいなのを、感じてるよっていうお話ですね。で、なんていうのかな、僕結構ね、数年単位、数年から、10年未満ぐらいのね、単位ぐらいで結構大きな決断をして、るんですね。で、なんだろうな、もちろん、10代の頃とかっていうのは勝手にその小学校卒業、中学校卒業、高校卒業、大学行きますか行きませんかみたいな、イベントが勝手に用意されてるじゃないですか、日本の場合って。なので、数年単位で大きな決断をするっていうのは自然なことだと思うんですけども、結構ね、社会人になってから割と一定のって言ったらあれですけど、家族を作るか作らないかとか、大きい買い物するかしないかとか、そういうレベルの決断はあっても、人生を180度変えるみたいな決断って、そうたくさん皆さんやってない方も多いんじゃないかと思うんですね。で、僕はですね、なんか本当中学校高校みたいなノリじゃないですけども、そのレベルでね、結構数年単位でガラッと生活というか人生変えちゃう、気質があります。なんか飽きちゃうんですよね、多分ね、で、そのなんかサイクルみたいなのを、改めてちょっと言語化してみようかなと思ってるんですけども、どこを起点にするかって難しいんですが、とりあえずそのじゃあ決断するしたところからスタートするとすると、なんかね、もう根拠なくですね、もうそれをやりたくてしょうがないっていう精神状態になるんですよね。もう本当なんか稲妻に打たれたかのようにというか、そのアイデアに挑戦しないと気が済まないっていう精神状態になりますと。で、大した根拠もないんだけども、できるような気がすると、てかできる気しかしないと、もうやりたいという状態になってしまう。で、実際にそれまでやっていた生活っていうのを投げ出して走り出してしまうと。で、もちろん計画してるんだけども、計画通り進むことなんてまずなくて、それでも勢いよく走り回ります。走り回ったいいものですね、形にならなくて、問題がどんどんね、走れば走るほど山積みになって、で、問題まみれなんだけども、それでもね、ボロボロになりながらも、まだこう心が折れてないので、走り続けると。で、そうこうしているうちにですね、なんかボロボロながらも山積みながらも、なんかこう嵐が去ったというか、こうマイナスからこうなんだろうな、プラスに転じる、プラスに転じるというか、右肩上がりじゃないんだけども、マイナスじゃなくなるみたいな状態になって、そこからですね、なんかちょっと停滞感が出てきてしまうと。で、結構この停滞感みたいなのが長く続いて、こう前に進まないなという感覚が続いて、で、それを長く結構それこそ1年とかいうレベルでやってると、突然ね、この暗いトンネルの出口が見えてくると。で、暗いトンネルの出口が見えてきたんだけども、そのトンネルの向こうに見える景色が、せっかくね暗闇から抜けたのに、なんか魅力的に見えないと。
あ、なんかもうこのこれに挑戦してもなんか天井はここだなみたいな感じで、なんかこうそのチャレンジの天井を見てしまったような、全然到達もしてないのにね、してないんだけども、天井を見てしまったような気分になると。で気持ちが迷い始めて、なんかこのまんまこれ続けてていいのかなとか、こんな人生でいいのかなとかって感じで思い悩み始めて、でまたそれでそんな生活を送ってると当然、注意散漫で、日常のねこう玉をどんどん取りこぼし始めると。でそれが結構予兆というかサインで、そしてまた突然稲妻に打たれたのにですね、新しいアイデアに挑戦するみたいなサイクルを、数年かけて僕はやってるような気がするんですね。まあ要はこれやりたいなと思ってやりました、やったけどうまくいきません、うまくいかないんだけども、続けてみる、続けていって停滞するんだけども、出口が見えて、ここから、希望が見えてきた、希望が見えてきたと思ったらなんかアッパーが見えてしまった、アッパーが見えてテンションが下がった、次のチャレンジをするみたいな、そういうステップをずっと僕は踏んでるなと思っていて、で一時期ですね、20代後半ぐらいまではそれがなんかコンプレックスだったんですね。なんかその、まあ、周期とかいうふうにその時は考えてなかったんですけども、どっちかというとなんか物事を続けられないなみたいな感じですごく、コンプレックスに感じていたんですけども、今思うとですね、そのまさに周期というか、まあ、そこのチャレンジから学び取れるものというか、学び取れそうなものは自分なりに学び取ったという、卒業証書みたいなね、そういう感覚が最近はあります。なので、それ何かをやめるとか、心迷いが生じるとかいうことはなんか予兆として捉えるようにしていて、このサイクルを基本的には回しながら、経験とかね、思考を積み重ねてるわけですから、だんだんこう雪だるま式にこの、サイクルを回る中で、人生が膨らんでいくみたいな、そういうね、生き方ができればいいかなと僕は思っています。その中でですね、なんていうのかな、このサイクルみたいなのは皆さんがどんなサイクルで人生を生きてるのかとか、もしくはそんなサイクルないよってことなのか分かんないですけども、結構気になるなと思っていて、僕は結構割とここに忠実に、別になんか予定してるわけではなくて、自然とこのサイクルになっているような感じがするんですけども、どうなんだろうな、皆さん の, その人生のこう大きな決断の周期というか、サイクルみたいな、もしくはサイクルじゃないにしても、どんな感じでやってるのかなっていうのが結構気になるんで、なんかね機会があればいろんな方に聞いてみたいなと思っているところでございます。でそうですね、こう人生がね膨らんでいく感覚みたいなのっていうのは、なんていうのかな、結構感覚の本当話なので、いかようにもスピリチュアルな感じで話そうとも話せるんだけども、そういうことじゃなくて結構この身体感覚としてのこの周期性なんだってことをですねが伝われば、いいなと思ってるんですね。まあ、なんでかっていうと、なんか理屈ロジックと、組み合わせた瞬間答えがあるようなものになっちゃうと、人生がね、そうじゃなくてやっぱりこう自分の身体感覚の中で、あ今は停滞する時期だとか、あ今は、チャレンジする時だっていうのを別になんかね、占いの本に書かれてあった、周期じゃなくて自分の身体感覚としての周期で生きていくっていうのは、結構いいんじゃないかなと思うんですね。まあ、何がいいかというと、そう自分である種その占いを作るじゃないですけども、自分で自分を占うっていうことができるっていうのは、まあ、スピリチュアルでもありスピリチュアルでもないというか、すごく、自分で自分のその感覚、動物的な感覚みたいなものも大事にしながら生きていくっていうことなんじゃないかなと思いますんで、まあね、別にスピリチュアルが悪いとは言いませんけども、ちょっとねそのここにこう偏りしすぎて、人の周期で生きていくっていうのはあんまり、人のロジックで生きていくっていうのは僕はあんまり、好きじゃないなと思うので、自分の周期を自分の体で感じて、その自分なりに、自分の、周期を言語化するっていうのがいいと思っていて、その周期を、まあ、大事にしながら予兆としながら、いろんな決断をしてみるのが、まあ、すごくこう自然な、生き方ができるんじゃないかなと思っているところでございます。まあ、ちょっと分かりづらかったですね。本日は以上でございます。またお会いしましょう。さよなら。